べる？いや、俺パスタがいい。私はね、おお、久しぶり。元気だった？今日は天気もいいし、せっかくだからお花見行かない？いいね、行こう。すごい賑わってるね。ここは忍山公園、噴水や遊具などがあってピクニックに来る人も多いんだよ。私たちもよくここで遊んだよね。噴水が気持ちよさそう。今の時期にはなくて桜祭りも開催されてるみたいです。行ってみようか。出てきそうな雰囲気だね。実はここ隣のトトロで有名な散歩のイメージになった道なんだって。へえ、確かになんだかトトロが出てきそうな雰囲気だもんね。ねえ、この上にね、福島市を一望できる展望台があるんだって。行ってみようよ。着いたー。うわー、いい眺め。案外見えるもんだなら。あ、山もある。カラスガサキ展望台だよ。ここは夜景も綺麗なんだよ。ねえ、せっかくだから羽黒神社にも行こうよ。見せたいものがある。いいね、行ってみよう。あった。あ、見て、あれが羽黒神社だよ。見て、あれ大わらじだよ。あのわらじは日本一大きいとされていて、仁王様の足のサイズに合わせて作られたんだ。毎年2月10日と11日に暁参りがあって、ここに奉納されるんだよ。夏になるとこのわらじを使ったわらじ祭りが開催されて、すっごく盛り上がるんだ。次は夏、福島においでよ。一緒にわらじ祭りに行こう。楽しかった？忍山。福島市にはまだまだ桜の名所があるから、今度一緒に行こう。そうだね、そうしよう。